だこれどうぞ、さこのちょっと持ってるけど、一応今動画回ってますんで、すいません。この前の、いや、適当にどっかこの辺とか、その辺とか、こう、ここはこうの有識になってますよとか言うの。あ、後ろからどの、どのぐらいですか。いや、別にいいですよ、その辺で全然。ごめんなさい、まずどうすれば動くんですか、これは。あ、ここのレバーありますよね。じゃあそのレバーを押して、すみません、今も回ってます。はい、押し、押して、向こう回して、押して、押して、向こう回して、ずっとしばらく待っていただいたら、これグッ、あ、もう一回、あ、OK です。これレディーになります。はい、はい、でもあとはもう通常の車の運転と一緒ですので、一緒なんですね。はい、はい、ドライブモードに入れていただいて、これでドライブモードに入れて、でサイドブレーキ下ろしていただいて、ブレーキ下ろして、あ、肌とそうです、はい、で OK です。大丈夫です、ね、じゃあこのままこういう感じか。はい、はい、おお、すいません。じゃあぐるっと学校の周り回っても戻ります。はい、すいません。すいません。ちょっとヒーター入れてた。え、いや、こういうの曇ってきましたから。ああ、4人乗って。4人乗ってるとね。おー、結構重厚な感じですよね、はい、流れとしては。重たいです。ちょっと下の方を行ってきます。ABS とかも入ってるんですね、これ。入ってますね。ABS とかも入って。よし。本当に普通に、普通に走りますね。で、今、回数はかかってるんですか。こう、何もブレーキ踏まないと自動的に充電モードに入るんですか。はい。そしたら、アクセルどこで表示が出されたか。こちらに、あのブルーの方、チャージの方に入ってるのが回数に入ってるっていう。で、チャージのあれがピッと多くなると、はい、たくさんチャージする。そうですね、左に動けば動くほどチャージがいい。あ、左に動けば、はい、で右に動けば消費してるっていう、はい、はい、でブレーキの回線の強度を選べるんですか。そういうエンジンブレーキができるんですか。 こちらの B レンジにしていただいて走行していただいてより強いっていうのは選べます。 B レンジが回線ブレーキの、はい、ただ通常の走行でちょっと加速とかそういうのは抑え気味にはなってくる。あ、普通に動きますね、これ。はい、で、パースってこれ電動パースってなんですか。はい、まあ、電動っていう感じにしてありますね。これで車重はどれぐらいですか。1100。あ、結構重たいですね。バッテリーのキット込みでちょっと230キロぐらいありますから、その分ガソリン車よりは重く、どうしても、はい、でもそんな重さは全く苦にならないと思います。これ4人乗ってて、そうですね、スムーズに運行できますので。ちなみにスノーアイミーブって700キロぐらいでしたっけ。いや、900はありますね。なんか200キロぐらい重いっていうところですね。しかし音が全くしないというのも不思議なんですよね、本当に。で、これ B レンジに今走りながらできるんですか。できます。できるとエンジンブレーキが強烈に、はい、今していいですか、これ。はい、大丈夫。こう B レンジ、こう今入りました、 B レンジ。いや、まだです、もう一つ。あ、これで入るんですね、はい、これで今、そのあれが、はい、入ってる。ブレーキ回転がより効率いいようにシステムになってます。で、 B レンジのままででも走れます。もう走れるって感じですか。すいません、今何分ぐらい来ました。これまだ4分です。大丈夫です。一応10分までよいしょ。で、これが、はい、普通のドライブモードで、もう一つ下ろしていくのがエコモードっていうのもあります。エコモードもあるわけです。はい、普通のパワーモードっていうのはがドライブモード。ドライブモード、はい。あ、半分に抑えられるんですか。で、グッと踏んだ、グッといくんですか。はい、行きます。グッと踏みました。すぐ答えると思います。おお。結構行きますね。で、このなんか今こっちパワーって行きましたけど、そうすると消費してる。消費してるってことですか。はい。やはり加速させると消費は。消費するわけです。はい。
緩めるとチャージになるのはチャージ。そうですね。はい。車重的にはあれですか、50、50ぐらいになってるんですか、前と後ろの前後背後の重さって、それはちょっと分かんないですけど、ちょっと後ろの方には来てると思いますね。バッテリーもここから後ろで、モーターが後ろですので、あ、モーターが後ろに入ってるわけですね、はい、こういって、後ろはグッと踏むと加速するわけです、はい、おおおお、登り坂も普通に登っていっちゃうわけですね。全く苦にならないと思います。全く苦にならないですね、はい、ガソリン車でもターボぐらいでないとこういう加速は、うん、やっぱ動力的にはもう普通車と同じぐらい、うん、そうですね、まあ、サイズが軽自動車っていう、普通に開けるのはここで開けます。はい、はい、同じです。はい、ありがとうございました。一本だけこれだけそうですね。はい。はい。